2017年レッドブルエアレースワールドシリーズ千葉、マティアス・ドルダラーの機体、マティアス・ドルダラーは、ドイツのプロのレースパイロット。バーデンビュルテンベルク州、オクセンハウゼン出身。2009年から、レッドブルエアレースワールドシリーズに参戦していた。ドルダラーはかつて、時速約 400km で飛ぶレッドブルエアレースの、正確な飛行と、車庫に車を駐車することとを比較した。 フライトスクールを営む両親の下で育ち、3歳の時に父親と初めて飛行機に乗り、14歳で単独飛行を果たした。初めて飛んだ時から飛ぶことは私の情熱であり、インスピレーションそのものなんだ。私は人生のほとんどをハンガーや飛行場、コックピットで過ごしてきたからね、と話している。17歳の時に クライダーとウルトラライトプレーンのライセンスを取得。その翌年にはプライベートパイロットのライセンスを取得した。その数日後に参加したドイツ選手権で3位入賞を果たした。1988年から1991年にはドイツ選手権に4度、ヨーロッパ選手権に2度参戦し、世界選手権のウルトラライトプレーンのナショナルチームのメンバーに選出された。 国内チャンピオンになったのを機に、ウルトラライトプレーンのキャリアを終えた21歳の時、ドイツで最年少のフライトの教官になった。妹のベレナと共に、プロアマ問わず飛行家たちやファンが集う場所を作りたい、という家族の夢を叶えるためにタンハイム飛行場を引き継ぎ、1993年にヨーロッパ最大の飛行イベントフラインを開催することで実現した。 1993年からヨーロッパ各地のエアショーに参加しており、1年のうち300日ほどを150種以上の飛行機のコックピットで過ごしている。2002年、オーストリアのフライングブルズのオフィシャルパイロットになり、現在も別の機体であるが、フライングブルズでパフォーマンスをしている。フロリアンバーガーはドルダラーのフライトスクールで極技飛行の訓練を開始した。2006年、 将来的に、レッドブルエアレースのパイロットになりたいとの思いを強くし、競技志向の極技飛行へ活動の重点を移していった。それから1年後には、極技飛行世界選手権で、アンリミテッド部門に参加した。2008年、厳しいトレーニングを終えた後に大きく飛躍し、極技飛行のドイツ選手権で優勝し、ワールドエアロバティックカップのような国際大会でも、 上位入賞を果たすようになった。2008年9月末にスペインカサルビオスで行われたレッドブルエアレースの予選キャンプに招待され自らの道を切り開いた。6人の候補者のうち5人が世界選手権出場に必要なスーパーライセンスを取得。最終的にドルダラーも4人のルーキーの一人に残ることができた。レッドブルエアレースでは マタイアス・ドール・ダー・レーシングとして活動していた。2015年までの最高位は3位だったが、2016年、第2戦で初優勝。第4戦では、ファイナル4が中止になるという事態が起こったが、2勝目を上げた。第7戦で3勝目を上げ、最終戦を前にワールドチャンピオンとなることが決定した。ありがとうございます。